薩摩半島の南部にある南九州市。お茶の生産で有名な町です。また鉄道会社 JR グループの中で最も南にある路線、指宿枕崎線が通り、市内には8つの停車駅があります。こんにちは。こんにちは。葛岡さんでいらっしゃいますか。はい、葛岡です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。大阪府出身の葛岡勝則さん、以前旅行で訪れた時に見た鹿児島の景色に惹かれ移住を決断し、2016年に鹿児島へ引っ越しました。現在は職場がある南九州市にご夫婦で暮らしながら、南九州市に住みたいと思える魅力ある街づくりを目指し活動している団体、エイおこそ会に所属しています。現在葛岡さんはどのような活動をされているんですか。はい、まあ、地域の鉄道路線を使ったですね、地域の元気にする活動を行っています。葛岡さんが所属するエイおこそ会は、沿線の指宿市、南九州市、枕崎市の観光関係者などとともに、指宿枕崎線の活性化を図る夢玉プロジェクトの運営に携わっています。2018年には普段熊本県内を走る観光列車を使い、指宿と枕崎の間を走らせたイベントを開催し、多くの観光客やファンを集め沿線の魅力をアピールしました。鉄道があることによって、まあ、地域が PR できるというか、まあ、ブランド化になったりとかで、あとやっぱり人が来たりとかということで、いろいろ活性化ができるんじゃないかと思います。子どもの頃から電車が好きだった葛岡さんは、指宿から枕崎までの区間でビュースポットを探して写真に収め、 SNS を活用してその魅力を発信しています。南九州市営町別府にやってきました。はい、こちらは、はい、こちらですね、私がおすすめするスポットの栄大川駅になります。栄大川駅、はい、どんなところがおすすめですか。そうですね、あのホームとかがすごいひなびた感じであるのと、あとですね、線路がですねすごいまっすぐに続いてて、列車がよく見えるところです。そうなんですね。はい、わあ、すごく素敵ですね。そうですね、すごいあの、まあ、緑囲まれたというか、そんな感じの、はい、駅です。本当に自然の中にこうレトロな雰囲気もあって、はいはい、映画のワンシーンのような感じがしますね。そうですね、はい、本当に穏やかな、そうですね、気持ちになりますね。すごい、はい、そして線路、先ほど言ってたまっすぐ伸びる線路っていうのが、そうですね、向こうの方が、はい、こちらですね、見ても奥まで本当にまっすぐ伸びきってますね。はい、この奥からじゃあこう電車が来る様子をまた、うん、はい、見るのがすごく楽しみですね。はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。わ、来ましたね。はい、うん、着きますね。わ、はい、このまっすぐな線路からスーッと到着する様子ってすごく素敵ですね。はいはい、そうですね、はい、わー、あー、来た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 。じゃあ乗りましょう。はい、行きましょう。わー、すごいワクワクする。指宿枕崎間の電車の魅力ってどんなところに感じますか。はいはい、そうですね、あの今あのすごいあのスピードですねとか、いろいろゆっくりして、時間の流れとかすごいゆっくり流れるような感じがして、都会との鉄道と、まあ、対極というかですね、ですごいのんびりした時間が過ごせる場所だなと思います。これからですと、あの枕崎の市内に入るんですけども、でその中であのそうですね、列車があの大地の上を走って、で大地の上からその先があの東シナ海が見えるというか、はい、あの景色の場所があるので、その辺とかいいかなと思います。もうすごく開放的ですね。この手前に畑とかのどかな雰囲気が広がっていて、はいはい、奥には海が見える、はい、水平線が綺麗にスーッと見える景色って、はい、なかなかないですもんね。はい、いやー、もう本当にあっという間の素敵な旅でした。この後なんですけども、はい、せっかくあの枕崎まであの来ていただいてますので、あのノン方の方にご案内できればと思います。ノン方ですか。そうです。葛岡さんは
列車で立ち寄った先で美味しい魚に美味しいお酒を楽しむのんかた列車というイベントを定期的に開催しようと計画しています。この日は枕崎に水揚げされた新鮮な魚で笑顔にさせたいがモットーのみんなの恵比寿屋でのんかた列車を体験しました。わー最高です。美味しいですね、はい、うまいですね。うーん、こう素敵な旅の締めに美味しいお酒、はいはい、やっぱりこう列車なので車を気にせず楽しめるっていうのがやっぱりいいポイントですよね、うん、そうですね、まあ、気を使わないというか、うん、仲間とかで来てもみんなで楽しめるというのがいいと思います。おいしい。このカツオの味と香りがすごくしっかりしてます。やっぱ鉄道となんか食べるものとか相性がいいというかと思いますので、うん、こういった楽しみもあるかなと思います。店長さん、はい、この県外から来られた葛岡さんがこの地域を盛り上げるっていう活動を見ていていかがですか。僕らも電車の、電車の魅力を学びつつ、まあ、僕らも魚を通じて皆さんの笑顔を届けられたら、地域とあと、まあ、鉄道の事業者さんで、あと、まあ、行政ですね、自治体の方とかで一緒になってタッグを組んで地域のお店に立ち寄って物を食べたりとかで、まあ、お金を落としていただくような活動につなげていって、で地域が盛り上がっていけばいいと思います。これからも頑張ってください、はい、応援してます、はい、どうもありがとうございます。では美味しいお酒を飲んで、はい、列車で帰りましょうか、はい、じゃあ飲みましょう